タートルアンチズタートルアンは、ラオスのビエンチャンにある、ラオスを代表する仏塔の一つである。ラオスのシンボルであり、国章にもタートルアンが描かれている。16世紀、ラーンサン王国のセーターティラート王の知性に、13世紀初頭に建てられたクメール様式仏塔の廃墟を修復、改築したものだと伝えられている。紀元前3世紀に、 マウリア朝のアショウカ王が派遣した仏像によって、混流されたインド寺院が元になっているとも言われているが、真偽は分かっていない。ブッダの遺物が島内に残っているとも言われている。タートルアンは19世紀にタイの侵略を受け破壊されたが、その後再建された。その島の構造や衣装には、ラオスの文化やアイデンティティが各所に見られ、ラオスの国民主義のシンボルともなっている。 現在、タートルアンの敷地内には入れるが、内部には入ることができず、観光客は周辺から外観を眺めるのみとなっている。タートルアンと宮殿毎年11月に開催される一週間に及ぶ仏教行事。タートルアン広場に多くの屋台が立ち並び、レンの花、ろうそく、線香などを手に、寺院、仏塔の周りを参集した後、 仏前に備えるビエンチエン行事やラオス全土の僧侶がビエンチャンに集結し行う早朝の宅発などが行われ例年約30万人の人手で賑わうタートルアンの夜間ライトアップも行われるありがとうございます